緊張するよ。みんな分かりますか僕のこと。アダスです。生アダス。YouTube を通してですね、皆さんがこんな風に集まってくれてとても嬉しいです。今日は友情出演されて、友情出演、友情出演してくれてます。はい。よかった、マジ緊張した。エゾボル。動画見てくれた方もまあいらっしゃると思うんですけど、動画通りだったかそれより難しかったかな。あ、ここね。そう、動画なんかね。じゃあやっぱグリーンはちょっと難しかったんじゃないかなと思います。まあ風潮としても若い方が殺される方がなかなか増えていない現状の中で、どうやってね皆さん若い人たちにプロをやっていただこうかなという部分で、まあ少しでも協力できるであれば協力してですね、でお仲間の方といつものメンバーじゃない方とやっていただいても、やっぱりゴルフ通じてなんか楽しい部分もあったんじゃないかなと思います。一つちょっとエゾゴルフコンセプトがあって、はいはい、あったんだ。そんなの動画見てくれてる方は分かるんですけど、はい、あんま上手じゃない。上の人はもちろんゴルフ前の当たり前なんですね、はい、なんかいろいろもらったりもしてきてるけど、はい、下の層を厚くしたいっていうのは、はい、ああなるほどね。そんなのあったんだ。それがあって厚耳ですけどね。そうなんですか、ね、はい、うん、であとやっぱりこういうコンペって一個一個これ喋るの、あのちょっと最初だけ最初だけ、はいはいはい、やっぱ何も当たらなかった、はい、せっかくコンペ、まあ、確かにね、そういうのはね、そういうのなんだいつもね。だからそれも避けなくても大体の方に当たるようにね、はい、ブービー賞、ブービー賞、おブービー賞はこちらですね。自動で買った球が戻ってくる。ちょっと僕もローワーさせてもらったんですけど、あ、はい、アスカスポーツさんといいまして、楽天とかのヤフーショッピングにお店出してる。はい、はい、じゃあブービー賞楽天のやつですから、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ブーメラン賞、ブーメラン賞ね、はい、これな、本間の球かな。本間の球、超ロースピンで曲がらない。それ今日俺使ったんですけどね、これね。そう、俺曲がってない、使ってて曲がってない、曲がらなくなってこれ使ってだから、ブーメラン打つ人にはこれを使ってブーメランを封印してほしい。これ遠方賞としまして、遠方賞、一番遠くから来てくれた方、はい、特別賞ですか。それ特別賞、北海道ゴルフベースって言って、はい、民泊ちょっと、あ、はい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 、2000円で北海道泊まりますよって動画出したんですよ。はいはい、はい、これは北海道のカタログギフト、はい、北海道の食べ物の、それはですね、道外から来てくれたヘタピゴルフ研究所のお二人のうちのノモッティさんと、ノモッティさん、遠からありがとうございます。僕らとエゾゴルフとゴルフするために、千葉から、千葉と神奈川、ありがとうございます。ありがとうございました。さすがヘタピさんは、ヘタピさんはやっぱり持ってますね。これちょっと参加型になるんですけど、はい、これ鳥貴族、動画見てくれてる方はちょっと分かると思います、はい、鳥貴族、はい、鳥貴族などで使って、はい、トリプルが一番多かった人にあげようっていう、鳥が多いから鳥貴族っていう意味ですね。じゃあ鳥貴族、皆さん自分のスコアカードあったらちょっと見てほしいんですけども、鳥2個以上の方、2個以上あるよって方手挙げてください。まあ、多い。じゃあ鳥貴族出すよ。じゃあ5個以上あります。わあ、まだ2人で持ってる、2人、じゃあごめんなさい、5個、じゃあ6個、6つ、貴族。ちなみにこれルコックのサンバイザーですね。いや、いいじゃないですか。ルコックのトリコマークですよ。トリコマークをつけて俺は鳥貴族だと言って、これから私は見せてください。じゃあ次、じゃあここで行こうか。はい、カナショー、カナショー、カナショーはですね、コンセプトは何ですか。コンセプト、あ、はい、コンセプトは一緒に皆さんのプレーして、はい、皆さん優しかったんですけど、うん、なんか私すぐバンカーでやってるみたいな、そんなのバンカーとか直してくれた優しい方、印象に残った、そうそう、優しい方がいたんですよ。いた、はい、なんとですね、かなちゃんが今日一日かぶって汗がすいませんか。自分の趣味じゃないね。それぐらい、あ、かなちゃんとサイン入れて、あ、ありがとうございます。明日ヤフオクに入ってきた。あ、それなんですよ。ドラゴンはあっち、ドラゴンはこちら、はい、はい、ですね、まず、まあ、ボール
まあ良さげなボール 1スリーブと、まあ、ちょっと協賛いただいてまして、僕らのですね同級生が焼肉屋を経営してるんですよ。はい、柳屋といいまして新札幌にあるんですけど、そこの3000円分のお食事券が入っています。レジャーマスドラゴンが結構あるね。ドラゴンがなかなか熱いよね。おめでとうございます。何ヤードぐらい飛ばしたんですか？何ヤードぐらい？350ヤード。おぉマジっすか？それワンオンしてるじゃないですか。おめでとうございます。多分400ぐらい飛ぶ。何年かかるの？何年かかるかな。ゴルフファンからあの協賛いただいて、あの冊子を置いてると思うんですけど、ゴルフファンからの旭川のグルメ組み合わせプラス株式会社プランプラスと言いまして、めちゃいい。これワインなんですけど、韓国人のね社長の方なんですけど、まあ、そのアジア系からどんどん日本に観光客も入れようっていう、なかなか豪華なセットになりましたね。ありがとうございます。下の方に優しい映像が、これめっちゃ欲しいな。これ GPS ね、見に来ないかな俺。はい、5位はですねクリームランドのキャディバッグ。なかなかいいですね。5位ね。はい、5位黒い方。うわーすごいいいなぁ。 V12 のカートバッグ、いつもね、もう僕とかコンビニで買ったスーパーのビニール袋でこうゴルフとかしに行くんです。ちょっとかっこ悪いんだよねあれね。だそういう時にこういうのがあるとおしゃれだし、ゴルフできるなこいつと思われるので、ぜひこれをね使ってほしいです。ありがとうございます。次、3位。いや、3位すごいなぁ。オデッセイホワイトホット RX のパターン。こちらもですね、サンゴルフさんの協力で、まあ、揃えられたマジか。新品、おなんか視聴者に中古のパターンとかね、お伝えして。これはね、ガチ新品。次、ガチ新品。ガチ新品。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、行きましょう。次、これすごいね。こちらはですね、ここにはちょっと参加されてなくて、北海道の企業でもないんですけど、ゴルフを応援したいと。でも自分は YouTube とかそう SNS とかで活動できないから、活動してる人に頑張ってほしいということで、もうそういうふうに素晴らしい考えの持ち主ですね。ウグイス54、ライチョウ41、トータル95、この差はなんだすごい。14、ネット 73.4、ダバードさん。おめでとうございます。マジか。ダバードさん、おめでとう。最後はね、ほんともセカールドだけ撮ってますね。ダンピボール研究所の動画これカットで、ね、ヒューマンゴルフガーデンのゴルフパートナーバッカーから打ちっぱなしあるとかなんですよ。そこがまあ協力していただいて、まあ、準備できたものです。じゃあ次に優勝いきましょうか。見てて、はいはい、ネット72。携帯のノート、いやーこれでこそ映像ゴルフコンペだと思うよ本当に。なるほどね。こういうことね。こういうことね。96叩いてもだけいけるのか。今日皆さん集まっていただいてありがとうございました。本当に最初はですね、まあ畑やんと2人で思いつきでね始めた YouTube だったんですけど、そこからちょっとどんどんもうこう思いが膨らんでいって、ゴルフ界をこう盛り上げたいという感じで、まあ、どんどん今こういうコンペも開催できて、本当に嬉しく思います。でこれからもこういうコンペいっぱい、開催して、みんなでですねゴルフ界を盛り上げていけるように頑張っていきたいと思いますので、皆さんも協力お願いします。とこのコンペ来月やっちゃうもんね。なんで？何も来ないよ。来ないか、来ないか。
なんなんそのノリで言う今年もできればちょっとミニコンペとして、まあ、集まりやすかったのでちょっと交流会的な感じでやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんこれからもイズゴルフのことをよろしくお願いします。まずですね、ゴルフ盛り上げるために皆さんが楽しくゴルフしているのがやっぱりあのゴルフ界盛り上げるのに一番だと思いますので、これからも皆さんよろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございます。僕師匠なんて呼ばれてますけれども、全然ゴルフは下手っぴで、まあ120とか130とか結構叩くんですけれども、すごい楽しく、こんな経験のないようなゴルフ、なんか初めて会った人とゴルフを通じて仲良くなれるっていうのもすごい素晴らしいなと思えたので、今後もどんどんこういうことをやっていきたいなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん今日はありがとうございました。畑谷です。まあ、こんな感じで話すのちょっと苦手なんですけども、私と2人でこう最初始めて、まあ、こんな風にコンペできるって全然思ってなくて、まあ、いろんな協賛もいただいたり、すごいまあいい思いさせていただいて、まあ、皆さんとまたこうゴルフして楽しみたいなと思いますので、今後もよろしくお願いします。楽しい一日になりました。ありがとうございます。今回はちょっといろいろ自信とかがあって、もしかしたらこの初のコンペだったんですけど流れちゃうかなってすごいみんなで不安に思ってたんですけど、被害が少なくて開催することができて本当にすごい嬉しくって、そして今日回ってもその遠方の旭川の方とか函館からとかダバーズさんたちとか東京からいらっしゃってて、なんか一ホール一ホール回りながらすごい感動しながら楽しく回ることができました。これからも温かくエゾゴルフの番組を見てちょっと楽しんでいただけたら嬉しいなと思ってます。今日はありがとうございました。本当に皆さんありがとうございました。これからもですね、4人で楽しい番組作りしていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ぜひするじゃない、してるの今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。帰るまでがゴルフコンペなのでね、いらないですね、はい、そうなので皆さん気をつけて帰ってください。遠方の方は特に気をつけて帰ってください。じゃあ、ありがとうございました。